それで気配を消しているつもりか。姿を見せてはどうだ。さすがね、アルティミシア。どこへ向かっている？もしやまだクリスタルを求めているのですか？クリスタルは我らの願い。見つけるまで立ち止まるつもりはない。諦めの悪い。クリスタルなど死にかけのコスモスが描いた絵空ごと、そんなものに命を懸けるなんてバカバカしいにも程がある。話は終わりか。何？用が済んだなら立ち去るがいい。世界に残された時間は少ない。お前に関わり無駄な時を過ごす気はない。若造が生意気な口を。いいでしょう、一度現実というものを思い知らせてやろう。わざわざ忠告してあげたというの？敵の助言など必要ない。輝け！勝てば全て終わるとでも。何をしようとも無意味。お前一人が力を尽くしても世界を救えはしない。惑わそうとしても無駄だ。私にはクリスタルを求める同志がいる。何も知らないのですね。何？その同志は苦しんでいるというの。戦う意味を見失う者もいれば、仲間を信じずに孤立している者さえいるのですよ。戦いの果てに得るもの、それは闇より深い絶望だけ。希望や未来など見つけられはしない。確かに未だクリスタルへの道は見えない。そして未来への道も。だが未来はまだ終わっていない。俺の目的は一つだ。それ以外の道を行く気はない。切り開けるのか、君一人の力で。この先はあまりにも危険です。強大な悪意がいくつも渦巻いている。敵が集まっているなら都合がいい。クリスタルの手がかりが手に入るかもしれない。勇猛であることと無謀であることは違います。慎重であることと臆病であることもまた違う。たとえ窮地にあっても必ず道は開ける。そう教えてくれたのはあなただ。すべてが失われつつある世界であなたは道を示してくれた。諦めない限り必ず方法はある。残された我々にも望みはあると。
私は誓ったのだ。クリスタルを手に入れ、世界を救うと。その思いが私を支えている。あなたの覚悟は分かりました。ならば私も誓いましょう。最後まであなたたちを信じ抜くと。コスモス、あなたと、そして我々の誓い、それが私を導く光だ。派手にやってくれたものだ。どうしてくれる？貴様が暴れたせいでバッツとやらを逃してしまった。バッツ、なぜ彼がここに？しかしこの混乱に乗じて脱出とは彼らしいな。全く悪運が強い。だが本当は理解しているのだろう。この戦いがいかに勝ち目のないものなのか。その光の力、失うにはあまりにも惜しい。私のために動くつもりはないか。もちろん褒美は取らせる。奇跡の結晶、クリスタル、これをくれてやろう。なるほど、そういうことか。ほう、自ら希望を打ち砕くと。クリスタルは諸君の望みではなかったのか。私はこの手で戦いを終わらせると誓った。クリスタルはそのために己自身で見つけるべき力、敵に恵んでもらうようなものでは決してない。あれはただのまがいものだ。その決意は本物ということだ。真実も知らずに哀れなものだ。敵を倒せば戦いは終わる。行くよ。うわあ！戦いを終わらせる。その志は見事だ。だが全てを知ってもなおそう言えるのだろうな。一体どこへ？わしの出番のようだな。お前はガーランド？何を驚いておる。貴様がいる限りわしは何度でも蘇るのだ。それこそが世界の望んだ我らの宿命。どういう意味だ？戦いの真実を知りたくば来るがいい。待て！戦いの真実だと。これみんなが手に入れたらどうなるんだ？コスモスは希望が生まれると言っていたが。どうした？いや、幻か。
な。仲間のピンチに駆けつける俺。スコールたちと合流したのはその後ってわけ。これが俺の物語。置いていくぞ。物語はまだ続いている。ん？野原、それが俺のたった一つの答えだ。お姫様のこと？